お届けする番組。石垣牛が気ままにお届けする番組、4月20日収録放送でお届けします。皆さんこんにちは、石垣牛です。今回はですね、トークテーマを出しました。それがですね、修学旅行の思い出というトークテーマを出したんですけども、たくさんのメッセージをいただきました。皆さんありがとうございます。なのでね、今日はちょっとなるべく多く読んでいきたいなと思っております。では早速、ラジオネームはですね、岡田さんかなからいただきました。娘の思い出です。小6の修学旅行間近でインフルエンザが流行り、かかってしまった娘。あ、インフルエンザかかっちゃったんですね。まさかの熱も下がって、はい、元気なものの、潜伏期間中があと1日で行けず、うわー、かわいそうに。悲しい思い出からその娘も成長して、次は中3の修学旅行、はい、今度はコロナで、コロナでどうなるかヒヤヒヤの年でした。だけど京都予定から長野に変更になったけど、無事初めて行けた修学旅行、今は何でも開催できることに感謝ですね、とメッセージをいただきました。ありがとうございます。いや、びっくりした。コロナで中3の修学旅行も行けなかったのかなと思ったけど、行けたんですね。いや、よかったよかった、行けてよかったです。本当、こうやって見るとあれですよね、このね、娘さん行けたからよかったけど、もしかするとラジオを聞いてる方の中にも、コロナで修学旅行がなくなってしまったっていう方もね、中にはいるかもしれないですし、なんかこのコロナが落ち着いたらさ、この仲のいい友達とかでこの修学旅行代わりに旅行をするとかで、また小さいね、年齢だったら、なんかさ、石垣とかさ、なんかホームステイみたいな、一週間だけのホームステイみたいのもやってるから、そういうところになんか子供たちでホームステイしながら、この島の家庭のに混ざりながら島を満喫するとか、その島にいる子供たちと友達になって一緒に海に行ったり山に行ったりとか星を見に行ったりとか、なんかそういうのもできたらいいかもね。修学旅行代わりになるかもしれないしね。まあ、まずはコロナをどうにか収まってほしいですよね。いやー、よかったよかった。岡田さんの娘さん行けてよかったです。メッセージありがとうございます。ではですね、ONC さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。毎週耳と心に優しい番組をありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。高等専門学校の時のことなのですが、修学旅行を兼ねた工場見学で東京から岐阜に行った際、ホテルの夕食で出た小魚の唐揚げを同級生たちが口々に食べられないと残していたので、この辺りではこういう味付けが普通なのかもよ。食べないならもらうよって何匹か代わりに食べました。ところが翌日、実はその唐揚げは本来は取るはずの魚の腹渡が取り忘れられていたことが判明。ホテルの調理ミスでがあった料理を平然と食べていた私は、同級生たちからお前は家で何を食べてるんだと言われてしまった思い出があります。食べ物の好き嫌いがないのは自分の長所だと思っているのですが、いつか命の危険があるようなものを気づかずに食べてしまわないか、ちょっと不安です、とメッセージいただきました。 ONC さん、ありがとうございます。いやいや、このね、何でも食べるのは長所ですよ。大丈夫大丈夫、命の危険がある。あ、でも ONC さん、あれか、なんか海外に行くって言ってましたよね。だったらちょっとあれかもしれない危ないかもしれない海外はいろんな食べ物あるからね。でも幸せですよ。何でも食べれた方がね、海外行く方は特にね。いや、こうやって食べられないって言ってる中で、じゃあ僕食べるよって言ってみんなのをもらって食べてくださった ONC さん、ありがとうございます。メッセージもありがとうございます。では次はですね、クータンさんからメッセージいただきました。小学校の時、
京都の旅館で枕投げなど一通り楽しんだ後、電気を消して就寝。直後にうわーっと叫び声、足になんか当たった、なんかいる、一同騒然。そのうちある子が、ごめん、実はハムスター買ったから逃げたのかも。その後みんなで捜索、そしてその後無事捕獲。心の中で、なんで修学旅行のお土産でハムスターと思ったクーター少年でした、というメッセージをいただきました。クーターさん、ありがとうございます。え、なんでハムスター買ったの、友達いや本当ですよね、なんでハムスター買ったの。一応生き物だからね、最後までこのハムスターをね、寿命を最後まで育ててくれたのかな、友達くんは。ちょっとそこも心配だけど、びっくりですね、修学旅行でハムスター買ったって。結構探してもいないんじゃないですかクータさん、メッセージありがとうございます。次はですね、どんどん行きたいと思いますね。ケリーちゃんさんからいただきました、ありがとうございます。中学校の修学旅行、初めて目にした富士山。あ、富士山ということは静岡とかに行ったのかな。クラスメイトとのみんなで食事、お風呂やお泊まり、楽しいことばかりの連続でした。懐かしいな。ゆうちゃんは修学旅行どこでしたか、とメッセージいただきました。あのね、私はね、小学校中学校と行ったんですけども、中学校は、九州に行きました。熊本とかね、その辺を回ったんですけども、それは本当にあの皆さんが想像するような本当にバスに乗ってみたいな修学旅行なんですけど、小学校がちょっと変わっていたんですね。あの、私は小学校、開成小学校という、私立の小学校に行ったんですけども、そこはね、私の時代は、1年生から6年生までで全校生徒280人とかだったかな、で1クラスなんですね。で、そこの修学旅行は西表島に行くんですよ。でね、それがね、すっごい楽しくて、あのみんなで川を泳いだり、最終的なのピナイサーラっていう川が、幻の滝みたいのがあるんですね。ピナイサーラ、あの皆さん検索していただきたいんですけど、すごいね、なんていうのかな、何十メートルある大きな滝 でそこに行くにはまずあの大きな川を歩いて渡るんですよ。で、その後になんか底なしの沼みたいな、この沼を靴を持っていかれながらそこの沼を歩くんですね。で、その後に草原みたいなとこ歩いてとか、結構大冒険みたいな感じで歩いて何時間もかけて、ピナイサーラの滝っていう何十メートルもある滝が目の前にバーンって現れるんですよ。水がとっても綺麗で、でそこでみんなで、もうようやく着いたわーって言いながら、その滝の下でみんなで泳いだんですよね。もうすごくすごく楽しくて、旅館のね、ホテルというか旅館ですよ、旅館でみんなでご飯食べて、なんかゲームしたりとかして、西表山猫をみんなで探そうって言ったり、カンムリワシをみんなで探したりとか、本当に楽しかったんですね。なのでね、バスに乗って観光名所を回るっていう修学旅行も楽しかったけど、私の中ですごく思い出に残ってるのはこの西表島。あれはちょっと特別な修学旅行だったな。修学旅行のあり方ってこういうことなんじゃないかなって大人になって思うようになりましたね。だからね、ちょっとあの近い場所なんだけど、石垣島からすごい近い場所なんだけど、この修学旅行で改めて西表島という島の魅力を感じることができました。そういう修学旅行でしたね。だからね、ケリーちゃんさんが言ったように、楽しいことばかりの連続でしたね。こうやって何十年経っても記憶に鮮明に残ってるっていうのはね、やっぱり特別な思い出だったのかなって今話しながら改めて思いましたね。メッセージありがとうございます。じゃあ前半はですね、次のメッセージで最後にしたいと思いますよ。次はオリーブさんからいただきました。北海道の方ですね、ありがとうございます。北海道の道中県に住んでますが、小学校は北海道の東部、中学校は海を渡って青森の方、高校は京都、奈良、
東京方面でした。修学旅行で行った場所ですね。北海道のどの地域に住んでるかで目的地が違ってくるんです。なるほどなるほど。当時高校の私はバイトもしてなく、普段のお小遣いもほぼなかったけど、旅行期間に当時好きだった某バンドのアルバムの発売日にかぶり、若干割引されたのを旅行のお小遣いで運よくフラゲできました。すぐ聞けなかったけど買えてすごく嬉しかった記憶がありますと、メッセージいただきました。オリーブさんはあれですね、この修学旅行の思い出もあるけど、それよりもこの旅行のお金でちょっとフラゲして好きなバンドのね、アルバムを買ったっていうことの方が多分すごくすごくハッピーだったんでしょうね。いやー、こうやって音楽がすごく大好きっていう方がね、オリーブさんずっと柳原バーの時から応援してくださってる方だから、こうやってね、柳原バー、そしてまた石垣ゆうと続けて聞いてくださってることがありがたいですね。オリーブさんいつもありがとうございますね。じゃあこんな音楽の好きなオリーブさんもいますし、ここで一曲流すのは森山直太朗さんの桜を、このラジオ用に私が、歌唱した録音した曲を流そうかなと思います。森山直太朗さんのカバーで桜。石垣優が気ままにお届けする番組をお届けしております。今聴いていただいた歌は森山直太朗さんのカバーで桜をお届けしました。今回のですね、トークテーマが修学旅行の思い出というトークテーマで、皆さんね、たくさんのメッセージを送っていただきましたね。わざわざメッセージを送ってくださった皆さん、本当にありがとうございます。ではですね、早速メッセージ読んでいきたいと思いますよ。次はですね、海渡るさんからいただきました。いつもありがとうございます。小学生の時は母が新しい服を上下揃え用意してくれました。中学生はずっと制服、高校は移動時は制服で現地では私服。まあ私服問題ですね。当時はほぼジャージだった私、大変困りました。自分で買いに走った挙句、上は白のハイネックにえんじ色の V ネックセーター、そして真逆の赤いハイネックに白の V ネックセーター、下はグレーのスラックスとジーンズでどうにか切り抜けたと、っていうメッセージをいただきました。私服問題ありますよね。私のね、中学校の時はずっと制服だったし、小学校の私服とかはもうほぼ全然覚えてないからあれですけど、この年頃の中学生ですもんね、今夢渡さん言ってるの中学生と高校生もか、このなんか年頃のさ、私服っていうのはおしゃれが好きとかさ、おしゃれに命をかけてるみたいな友達も中にはいるからね、そういう友達は楽しくてしょうがないけどね、そこまでなんかそんなにそこにお金をかけているわけでもないしっていう人にとったらさ、嫌だよね。だからね、これね、私いつも思うんですけど、私服問題っていう言葉があるぐらいだからさ、私服をやめたらいいのにって思うんですよね。制服がある学校だったらさ、もうずっと制服でいいじゃん、その方が荷物も減るじゃんって思うんですよね。海渡るさん、ありがとうございます。全然解決しないまま、じゃあ次のメッセージいきたいと思います。 MAHTO さんからいただきました。石垣島に住んでる方ですね。いつもありがとうございます。中学校の修学旅行の時に京都だったんですけど、タンランとボンタン履いていったら、罰としてグリーンジャイアントとかいうわけのわからないキャラクターの T シャツをわざわざ担任が自腹で買ってきて、その T シャツを着させられて修学旅行を回らされましたとメッセージをいただきました。そうか、タンランとボンタンってのは禁止だったんですね。それを履いていったから、担任、今じゃ考えられないけどね。担任が自腹でなんかちょっと面白いね、意味のわからない T シャツを買ってきて、お前これ着て修学旅行回れなんていうのはちょっと今じゃ考えられないけど、でもある意味あれじゃないですか、ちょっとヒーローになれたんじゃないですか。嫌なヒーローだったかな、嫌な思い出かな、もしかしてね。嫌な思い出だったらちょっと嫌ですよね。せめて1時間とか2時間とかね、罰として来て
なんかみんなで面白がって笑いながらとかだったらいいけど、それがねずっと続いてたら嫌な修学旅行になっちゃうからね。なんかそうやってみんなで笑った思い出として MAHTO さんの心に残ってくれてたらいいけどな。メッセージありがとうございます。じゃあ次はですね、タカニーニーさんからいただきました。修学旅行の思い出ですが、自分の通っていた高校には修学旅行はなく、その代わりに自習旅行というものがありました。なるほど。2年生の時には牧場に行き、牧場について学んだり牛の世話を行いました。へえ、いいですね、いいですね。3年生の時には成人病研究所というところに行き、はい、ミニチュアピックや犬の世話を行いました。なかなかできる体験ではないので良い思い出になっていますとメッセージいただきました。成人病研究所っていうのがあるんだ。いやでもこれはタカニーニさん素晴らしい思い出ですね。私もさっきさ、そのなんていうの、普通の修学旅行じゃなくて石垣島からの隣の島に行って、この島で魚を釣ってみたり川を渡ってみたりって、そういうなんかこの修学普通できる体験じゃない体験をしたっていう話をしてましたけども、タカニーニさんの言ってるように普通にね、なんかバスに乗って観光の場所を巡るっていうだけではなくて、こうやっていろんな職業のところに行って実際にその職業を見て学んで自分で経験したりとかしてっていうのが修学旅行の代わりになっていたっていうのは、いいと思うな。なんかね、まあ修学旅行楽しみにしてる人もいるから何とも言えないけど、私は修学旅行の代わりにそういう学べるとこに行く方が個人的にはそういうのが好きな子供だったからね。素晴らしい経験をしましたね、タカニーニさんね。そういう職業があるということも知れますしね。なんかこういう意味のあるなんか旅行とかをできたら子供たちにやってほしいよね。いや素晴らしいです。タカニーニさんありがとうございます。では次のメッセージをいきたいと思います。次はですね、麻婆豆腐さんからいただきました。ありがとうございます。高校の修学旅行は旅行員になり、旅行のしおりを作りました。あ、旅のしおりみたいなやつですね。小学校、中学校と3回目です。別にカメラを持っていたわけではないのに手書きのしおりを作り、旅行関係の人に褒められました。絵が得意だったこともあるのかなとメッセージいただきました。そっか、じゃあ旅のしおりみたいのを手書きで、イラストも自分で手で描いて作ったんですね。いや、それを褒めるぐらいだから多分ね、きっとね、すごく細かく作られてたんじゃないですか、麻婆豆腐さんが。そしてなおかつ絵がうまかったから、子供が作った旅のしおりじゃないみたいだねみたいのができてたんでしょうね。いや素晴らしいですね。でもいいですよね、絵が得意になりたかったな。私も、私は昔ね、絵が私はあまり得意じゃないので、この夏休みのね、夏休みの話になっちゃいますけど、夏休みでね絵を描いて出すのに、私が描いてる絵をそばからお父さんが見て、この下手くそがって言って、お父さんが手直しをしたんですよ。で、手直しをしていい感じに絵が出来上がって、それを学校に出したら賞をもらっちゃって、これ自分で描いてね、お父さんが描いた絵だったから、すごい後悔しました。罪悪感と、もう二度とこんなことはしないでおこうっていう勉強をしました。麻婆豆腐さん何の話になっちゃったかな。ありがとうございました。ですね、まだまだねメッセージいただいているので、次週もちょっとメッセージを読んで、で後半は石垣島出身のアーティストの曲とコメントとかもいただいてね、ご紹介していきたいなと思っております。で、次のトークテーマもちょっとここで募集したいなと思います。インドカレーさんからメッセージをいただいたんですけども、インドカレーさんがね、トークテーマのお題、こんなのはどうだろうっていうのをすごくいっぱい書いてくださったんですよ。で、それを読んでいると、あ、確かにこれ面白そうだなっていう、お題があったので、インドカレーさんのちょっと知恵をお借りしまして、お題を2つ出したいと思います。
どっちか一つでもいいですし、二つある方は二つ書いていただいてもいいですし、ね、気軽に短い文章でもいいのでメッセージをいただけたら、ね、救われます。よろしくお願いします。お題は、日頃不思議に思うことですね。で、もう一個は、科学では説明がつかない不思議な体験。それは何かな？幽霊だったり、なんか、ね、不思議なこと？そういうものを、まあ、母親の不思議なこととか、そういうことでもいいですしね。その二つをいただきたいなと思います。日頃不思議に思うこと。そしてもう一つは、科学では説明がつかない不思議な体験。この二つでもいいですし、どっちか一つでもいいですし、気軽にメッセージをいただけたらなと思います。よろしくお願いします。メールアドレスは 76.1@fmishigaki.jp 76.1@fmishigaki.jp 33ラジオのリクエストフォームからも受け付けておりますし、あとはですね、インスタのメッセージから書いていただくのが一番簡単かもしれないですね。私の石垣優のインスタのメッセージに送っていただくのもいいですし、あとはツイッターのコメント欄とかでもいいですので、皆さん気軽にラジオネームとともに送っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。では今日最後に流す曲はですね、春といえばやっぱりこの曲ですよね。柳原バーの桜を最後におかけしてお別れしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。石垣優でした。